羽生結弦さんとイスの祭典めぐる報道に中国ファン心が痛む文句を言う資格はご視聴ありがとうございます。早速、今日もハブ選手のファンへ情報をご提供させていただきます。フィギュアスケーターの羽生結弦さん27のプロ転向をめぐる日本の週刊誌報道が中国でも注目を集めている。 ニュースポストセブンは12日、羽生さんのプロ転向の背景には、国際スケート連盟、イスの採点ルールへの不満があったとする記事を掲載。羽生さんが7月19日の記者会見後に限られたメディアだけに明かした胸の内として、自分って必要とされていないのかな、羽生結弦、早く引退しろと言われているのかなと思った時期もあって、辛いこともありましたと語ったことを紹介した。 その上で、繰り返される採点ルールの変更が羽生いじめではないかと指摘されていたことに言及。例として、羽生さんが4回転アクセル 4A への挑戦を公言した直後に 4A を含むジャンプの基礎点を下げるルール改正が行われたこと、プロ転向の会見の1ヶ月前にそれまで5項目だった演技構成点のうち羽生さんが得意とする2項目が減らされたことなどを紹介した。 他にも、手応えのある演技をしたのに、演技構成点が上がらないことに羽生さん自身困惑していたこと、過去のインタビューで羽生さんが点数でもらわなくてもいいやって正直思いましたと発言していたこと、羽生さんの早稲田大学の卒業論文のテーマが AI による自動採点だったことなども合わせて紹介し、とあるスポーツライターの話として、椅子との全面衝突も辞さない構えと伝えている。 この報道は中国でも注目された。中国の大手スポーツメディア、ニーナミ体育は、羽生結弦がイスの採点ルールを批判とのハッシュタグをつけてニュースポストセブンの記事を紹介、この冬季五輪チャンピオンは、フィギュアスケートの採点ルールに不満を表明したと伝えた。中国のファンからは、批判した、何か問題でも、よくぞ言ったイスは批判されて当然。 彼が言っているのは事実フィギュアスケートをよく見る人ならみんな知ってること彼が言っていることが事実ではないとでも言うの彼の言っていることに間違いがある不公平な待遇に対して抗議の声を上げてはいけないのなど椅子の採点システムに問題があるとの声が多数上がったまたおかしな採点システムについて文句を言う資格はフィギュアスケートの g とグレイテストオブオールタイム 史上最高、である彼が一番持っていると思うけど、彼に対する採点がおかしいのは誰しもが知っている。ある選手は全く難しくない入りからのジャンプでハブより高い GOE、出来栄え点がもらえる。回転不足をごまかす選手もいるが、審判は見て見ぬふり、彼の不遇を思うと心が痛むといった声も。 このほか批判事実をねじ曲げて報じるなイスは批判されるべきだと思うけど彼は批判はしていない羽生君の遠回しな言い方は十分にイスの顔を立てていると思います彼は採点に対して批判はしていない点数が出ない感覚は確かにあっただろうしそれは事実羽生結弦は人格者だプロ転向したからようやく自分の感じたことを話しただけ それもとても演曲になど新浪体育が批判したと伝えたことに苦言を呈する声も出ている。翻訳、編集、北田。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。